日のカウントダウンがいつ来るの？ちょっと怖い。それだけが。ちょっと待って。今日はちょっとママに、あ、ちょっとこっちの方がいい。ちょっと今ちょっとよくわからない風景だとございますけど、ママにちょっと伝えたいことがちょっと何、いつもとちょっと違う感じじゃん。ママちょっと怖いんだけど、ママ多分このデスクトップ見てなんかちょっと目が点になってる感じだと思うけど、私、VTuber というのを実はしておりまして、知ってる？ VTuber マン。何それ？なんて言えばいいんだろう。あれだ、YouTuber してるし、ママ YouTuber るよ。それのバーチャル版みたいな感じのをちょっと実はしてますね、なんでバカに、なんかすごい笑ってんだけど、ママが。ちょっと待って、ね、バカにするのはダメだよ、あんた、前もダメだよ、ちょっと待って。ペコラ、実は、YouTube ってところで、VTuber として配信をしててね、実はね。ほら、時々うるさいとか。LINE 流したね。大きな声で LINE うるさくて。光マーク。いや、ほんとにね、ちょっと、ママにはちょっと LINE でちょっとうるさいって時々言われたけど、実はそれで、チャンネル登録者数がなんだ、100万人。そう、100万人いきました、ペコちゃん。すごいでしょ。すごい、びっくり。なんかさ、緊張してない？なんか大丈夫？このコメント見てなんか緊張してるでしょ。なんか緊張してる？緊張してる。なんかいつもと違うもん、なんかお母さんが。だってまだペコラにさ、ゴリラとか言ってたじゃん。言ってたよ。ペコラがさ、筋トレしてる時にゴリラって言ってたのにさ、なんか今日さ、おかしくない？このコメントとか、なんかさ、やっぱ配信になってて、なんかちょっと変になってるよね。大丈夫？でもペコラが VTuber ってことに知ってた？なんか変なことやってんのかなって。大きな声で帰ってくると、いつも大きな声ばっか聞いてたじゃん。誰と話してんだろうと思ってた。これ言わないで。はいじゃない、ペコだよ。え、そう、やばい。何そのペコ。ちょっとやばい、親がめたいこと言おうとしてる。ペコ、ね、ペコじゃ、ママペコなんだの。ママペコだから、ペコ、ママもペコって好きんじゃないの、ゴビに。え、ペコだね。ね、ちょっとバカにしてる。うちのママちょっとバカにしてる。そうだね、ペコだねとか言ってんだけど、ちょっと違う。やっぱでも気づいてた。ちょっとね、気づいてる感じもあった。なんかね、でもまさかこれをやってるとはっていう感じ。でもね、そう、本当多分前結構ね、ペコーラ夜中とかに叫ぶことがあったから、その感じで LINE で毎回うるさいとは来てたから、気づいてんのかなとも思ってたけど、気づいてなかったの。 VTuber のことは知らなかったね。ああ、 VTuber 自体をってこと。うん、でも YouTube は知ってるよね。 YouTuber みたい。うん、VTuber ってこれ、今このほらペコラ動いてるでしょ、こうやって人参がついてるよ。ちょっとあんたの娘なんだから、人参ついてることぐらい分かるペコでしょ。かわいい、ね、そう、かわいいでしょ、かわいい。そう、これは独特なね、個性豊かなペコラ。え、あなた毎日見てるでしょ、ママ毎日さ見てるペコでしょ。ペコラちょっと人参ついてるねって言ったらちょっとやばいじゃん、それはそれでね。はい。助けてね。読んでみる、ママ。待ってね、ペコちゃんが選ぶから、ちょっと待ってちょっと。あずち、マミーに質問とかある？ちょっとマミーがなんかちょっとあれだ、緊張してる。まあペコーラもしてるんですけど。待って、何がいいかな。母上に向かって、なんだその口の利き方は。すいませんペコーラはいつもこうやってコメントの人と、これね、本当に人がいるんだよ。これなんていうの、ロボットが打ってるわけじゃないってかな。だからママみたいな人がパソコンでペコーラのね配信、今ペコーラとペコーラママの配信を見て、こうやってコメント打ってくれてるの。ほら、このやつとか、ほら、お世話になっておりますとかも、一人の人が打ってくれてるってかな。みんなに愛されてるんだね。あ、まあ
あるペコじゃん、うん、これはなんかあの なんて言えばいいんだろう、あのスーパーチャットって言って、あのお金をなんか投げてくださってるというか、このほら投げる、そう、この1120円とかあるじゃん、1000円っていうのは、うん、あなんかプレゼントフォーユーみたいな感じなわけよな、落としてペコラちゃんのこと大好き、頑張ってって、そう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 、そういうことなんだから、ありがとうって2人だよ、ありがとうございます、ありがとうペコ、ね、やめてよマジで、うちのお母さんマジで、ね、もういいやーやばい、でもペコはもうそうだよね、ペコラのママだもんね、そうだよ、当たり前だよね、そうペコやめてキエーキエーで、なんでペコラママに教えるっつったんだっけ、みんなこれ、え、何のためだっけ、え、何のために教えるっつったんだっけな、え、なんだっけ、あ、梅酒、あ、そう、マミ、お酒さ大好き大好きじゃないよ、ね、見て、ちょっとこれ何、タタラタタタラタタ、あ、同じ絵だよ、え、そう、ペコ、これペコーラのお酒だよ、100年梅酒って言って、え、どうしたの、これもさ、まあちょっと YouTube でアイドルして100万人も突破しましてね、まあ、まあ、ペコちゃんも そこそこね、まあちょっとあの、ほら、まあちょっと名は調べて、ペコラの100年梅酒っていうペコラバージョンのお酒を作ってもらったわけ、これ飲みたい、うん、飲んでいい、ダメ、ダメ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 、これペコラまだこれ開けてないの、これペコラのあのスナックサダの時に開けるからダメだよ、2本あるけどダメ、その時飲んでいい、あ、その時、あ、いいよ、その時ペコラの配信聞いなよ、いいの、うん、いいよいいよ、部屋に入ってきていいよ、だからペコラからちょい、そう言うから、そしたらちょっとスナックサダでママもう一回だけ、一口だけね、でも一口だけ、え、嘘でしょ、当たり前でしょ、当たり前よ、ダメだよ当たり前でしょ、全部飲ませるわけないペコでしょ、まあ、ペコラがちっちゃい頃だけどさ、まあ、カラオケとかも行ってたけどさ、うん、今になってさ、ほらペコちゃんもう111歳なわけよ、111歳なわけ、うん、じゃあマミー何歳かなあ、マミー、あんたは何歳だろうね、あー、まあ、うん、まあかける3ぐらいしとく、かけるひどくないいや、まあ、あの同じ3期生、ペコラもフロライブ3期生としてデビューしたあれ仲間のえちゃん、そうなんだ、そう、筋肉ムキ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 の、え、そうなの、そう、あの何ていうの、肉丼、肉丼のえるちゃんって可愛い名前だよね、え、ペコラも可愛いでしょ、ペコラも可愛いよ、だって、そうマミーの娘だもん、そうだよね、そういうこと、あ、見てキアラちゃんいる、これキアラちゃん、これはあのホロイーヌって言って、あの英語圏、あの海外の、うん、あの VTuber で、でもホロライブ所属の、ペコちゃん英語苦手じゃん、大丈夫、当たり前、大丈夫に決まってんでしょ、大丈夫に決まってんじゃん、バカやめてよ、あんたちょっとそんな英語苦手じゃんとか言わないで、キアラちゃんって可愛いのね、え、そう、あの不死鳥っていうの、あのフェニックス、なんていうの、不死鳥って何、フェニックス、あのなんていうの、あの死んでもまた生き返るやつ、うん、そう、それでね、一回ね、ほら、ペコラマン見てもらったら、結構ね、ペコラのことね、好き好きって言ってくれてる子もいい、そうなの、そう、よろしくね、キアラちゃんなので、今日は集まってくださった方、ありがとうございます、それでは